ケイチくん、仲間なんかじゃないよ。いつまで寝ぼけてるのかな。そんなこと俺らに聞くのかな。この質問攻めにして相手の質問を封じ込める気なんですよ。やましいことをしてるなんて口が裂けても言いたくないですからね。ケイちゃん、もういいんですよ。だってケイちゃんはもう死んでいるんですから。遅刻するわよ。今行くよ。ところでちょっぴり待っちゃった。
おはよう。おはよう。みーちゃん、昨日はとっても楽しかったね。ケイちゃんはちょっとはしゃぎすぎだったよね。おかげで今日はセミの抜け殻って顔してるよ。はしゃぎすぎはミオンの方だろうが。焼きそば8個も食いやがって。大食い競争なんだからたくさん食べて当然。こっちはお昼抜きで挑んでたんだよ。でもケイチくんも頑張ったよね。たこ焼き屋さんにも気に入ってもらえたし。当たり前だぜ。来年は俺がたこ焼き焼いてやるからな。みー、ケイチは売り子さんに徹して、焼くのはお店の人に任せた方がいいのです。なんでだよ。ケイチの料理は核兵器級に破壊力満点で恐ろしいのですよ。みぱおじさんもケイちゃんのたこ焼きは食べたくないな。レナ、そういえば胃腸があんまり丈夫じゃなかったかもしれないかな、かな。ケイチくん、帰ろっか。じゃあね、ケイちゃん。レナ、また明日。バイバイ。みーちゃん、日直頑張ってね。日直なんて頑張るほどのことでもないだろ。へえ、ケイちゃんは日直頑張らなくても大丈夫なんだ。おじさんにはそんなの絶対無理だな。嫌で嫌でしょうがないもんね。というわけで、よかったらおじさんと日直交代しない？冗談じゃねえぞ。そういえばレナ、
日直得意じゃなかったっけ？ってことで、じゃあな。あ、ケイチくん待ってよ。それにレナ、日直なんて全然得意じゃないし。はおケイチ。リカちゃん、どうしたのかな？リカちゃん？リカちゃん、どうしたんだよ。何かあったのか？大丈夫です。転んだだけです。ほら。大丈夫かな？一緒に保健室に行こうか。ね。リカちゃん？大丈夫なのです。僕は大丈夫なのです。でも、リカちゃん、大丈夫そうに見えないな。僕のことはいいのです。それよりも、ケイチとレナに聞きたいことがあるのです。聞きたいこと？僕はただ知りたいだけなのです。夕べのこと。何のことだ？リカちゃん、何を知りたいのかな？かな？ケイチ、レナ、サトコはどこへ行ったのか知りませんか？教えてほしいのです。サトコはどこへ行ったのですか？ケイチ、お祭
りの晩に何かあったのですか？例えば悪いことをしたとか。レナはどうですか？知らないよ。レナはずっとお祭りにいたし。ずっとですか？本当にずっとお祭りにいたのですか？サトコはお祭りにずっと来ませんでした。レナ、答えてください。ケイチ、そうですか。知らないのなら仕方ないのです。ごめんね、力になれなくて。サトコがいないのですよ。夕べも今朝も北条の家を見てみたのですが、とても静かなのです。家の中には誰もいないみたいなのです。ごめんなさいなのです。圭一の手に土がついちゃったのです。ああいいよ、土なんて洗えば落ちるんだし。土は夕べも圭一の手についたですか？きちんと洗ってくださいなのです。ケイチとレナがサトコのことなんて知るわけなかったのです。ごめんなさいなのです。ニパン、ねえ、圭一くん、ちょっと心配だよね。心配って何が？
さとこちゃんだよ。さとこ？北条家に誰もいないのってやっぱり不自然だと思う。そのうち村の誰かが気づくかもしれない。あの家には誰もいないって。鉄平はともかく、さとこちゃんまでいないって分かったら大変なことになると思う。シオンに電話してみるよ。それよりシーちゃんに会ってみようよ。昨日別れてからのこと、レナも気になってるし。それもそうだな。ケイチ、どうしたの？もしもし、ケイちゃん？シオン！ちょっとケイちゃん、大丈夫ですか？伝言を聞いて電話したんですけど、どうしたんですか？どうしたじゃないぜ。あの後どうなったかと思ってたんだぜ。電話くらいしろよな。
すみません。心配かけちゃいましたね。ああ、思いっきり心配したぜ。それより、昨夜は無事に帰れたのか？俺たちはあの後ちゃんと祭りに行ったけど、シオンは大丈夫だったのか？ええ、問題なしです。それで、サトコはどうした？どこにかくまったんだ？それなんですけど、何かあったのか？昨夜から行方不明になっている北条鉄平の行方を今警察が必死で探してるみたいなんです。警察はもう失踪したことを突き止めたのか？ええ、夕方バイクで出かけていくところを見た人がいますし、北条家は昨夜からもぬけの殻ですし。それでシオン、サトコをどこに連れて行ったんだ？大丈夫です。誰にも会わない場所でおとなしく眠っています。時期が来たらケイちゃんにも教えます。でも今は言えません。なんでだ？なんでサトコの居場所を言えないんだ？一緒にいなくなったサトコも重要参考人として狙われているそうです。黙り込んじゃって大丈夫ですか？シオン、明日会えるか？シオン、何か都合が悪いのか？別に大丈夫です。じゃあ沖ノ宮の図書館で。レナも一緒に行くから。レナさんもですか？わかりました。じゃあ明日。
シオン。しーちゃん、久しぶりかな。けいちゃん、レナさん、こんにちは。ここじゃなんですから、休憩コーナーにでも行きましょうか。しーちゃん、あれから大丈夫だったのかな？ええ、問題なしです。心配かけちゃったみたいですみません。連絡すべきかどうか迷ったんですけど、下手に動くのもまずいかなと思って。それで、どうなってるんだ？あまりいい状態ではありません。園崎家のコネから掴んだ情報ですが、警察はかなり躍起になって北条鉄平を探しているようです。でも、どうしてかな。普通なら失踪者の捜索は少なくとも1週間くらいは様子見とかするんじゃないのかな。それにあの鉄平なら1日や2日いなくたって普通なんじゃ。普通ならそうかもしれません。でもこれは渡流しの夜の出来事なんですよ。北条鉄平がバイクで林の方角へ走っているところは近隣の住民に目撃されています。ただそれ以降の足取りは警察にはつかめていません。加えて北条家から連日聞こえていた近所迷惑な怒鳴り声が以後ピタリと止んだ。実は警察が北条鉄平の足取りを追っているのはちょっと理由があるんです。富武さん、もしももう知ってるなら改めて言うような話じゃないんですけど、その知ってますか？昨夜富武さんが死んだそうです。シオン、それどういう意味だ？そういう意味です。正確には富武さんだけじゃありません。富武さんと親しくしていた高野さんという看護師さんも死んだそうです。
二人はお祭りの夜に目撃されています。俺たちは会わなかったけど、先に帰ったのか？そうかもしれません。そうするとお祭りの後に二人に何かあったってことだよね。そうなりますね。警察の情報によると二人とも変死体で発見されたそうです。富武さんは自殺、高野さんはおそらく他殺。自分の爪でガリガリと喉をかきむしって、むき出しになった血管を引きちぎって、それはむごたらしい死体だったそうです。富武さんは自分の血で溺れ死んだようになって、嘘だろ！そんな自殺聞いたことない。ありえないぞ、そんなこと。高野さんについての説明も必要ですか？ごめん。教えてくれるかな？高野さんは焼死体で発見されたそうです。近くに衣服はなく、灯油缶が近くに転がっていたことから他殺の疑いが濃厚らしいです。そんな死に方で自殺なわけないだろうしな。そうです。だからこれはお社様のたたりなんです。それで行方不明になっている北条鉄平を警察が躍起になって探しているんだね。そうです、容疑者として。じゃあちょうどいいんじゃないかな。これは
お社様のたたりだから。毎年死者と行方不明が出るのがたたりのルールなら、今年の行方不明者は北条鉄平だよ。だからあいつは見つからなくて当然なの。そうか、俺たちはあいつが今年の死者だと信じて疑わなかったけど、そうじゃないんだ。あいつは行方不明者の方なんだ。それならちょうどいいな。死体が絶対に見つからなければ万事 OK ってことだ。それならいっそもっと深くに埋め直しておくか。そうだね。雨が降って土が流れてもいけないし、そんなに深くなかったもんね、あの穴は。お社様のたたりですから、死ぬ人と消える人の人数が合っていれば問題なしですね。でもさ、圭一君、お社様のたたりが圭一君にも降りかからないかってこと思ってるのかな。ああ、一瞬そう思ったけど、俺たちがたたられる理由なんてやっぱりいくら考えてもあるわけないよな。だって俺たち何も悪いことなんてしてないし、だって俺たちは里子のために戦った。たたられる理由がない。そうですよ、気弱になってる場合じゃないですよ、ケイちゃん。じゃあ、そろそろ行こっか。シオン、サトコはどこにいるんだ？シーちゃん？なあ、これは失礼しました。大石さん、いつからそこにいたんです？善良な一般市民の話を立ち聞きなんて、あまり感心しませんね。くれぐれも善良な一般市民でいていただきたいもんですな。ああ、ご無沙汰ですね、前原さん。
改めて自己紹介しましょうか。沖宮警察署の大石と申します。手帳、ああこれこれ。前原さんとあなたが竜宮さんですね。私たちに何か用ですか？皆さんの噂はかねがね聞いていますよ。何しろ雛見沢は小さな村ですからね。顔と名前くらいすぐ覚えちゃいますよ。いきなり警察だなんて言ったもんで、ずいぶん緊張させちゃいましたね。これは失礼。いやいや、私もちょっと世間話をしたかっただけなんですよ。深い意味なんかこれっぽっちもありません。私たちそろそろ行こうとしてたんです。世間話なら今度にしてください。待ってください。前原さん、いやちょっと聞きたいんですけどね。おとといの夜、前原さんどこにいました？おとといって綿流しのお祭りの日ですよね。もちろん祭りで騒いでいましたけど。ほほう、お祭りね。いいですよね。私も綿流しのお祭りには毎年参加させてもらってますよ。もっとも、こっちは警備ですけどね。で、お祭りで何を？何をって、屋台で大食い競争をしたりとかですね。射的をしたりとかですね。前原さんがお祭りで遊んでいたのは何時頃でしょう？
さあ、時間までは。何しろ初めてのお祭りだったし、あの盛り上がりだし、時間なんてちっとも気にしてなかったもので。そうでしょうな。じゃあリュウグさんはどうですか。ずっとケイチ君と一緒でした。ずっと？ずっと一緒にお祭りに？はい、みんなと一緒でした。ああ、みんなでワイワイ騒いで。シオンの姉のミオンは大食い競争で大勝ちだったんですよ。じゃあ園崎シオンさん、あなたはどうですか。あなたもお祭りに？私はバイトでした。バイト？バイト？お仲間はみんなでお祭りに行っていたというのに、あなただけバイトしてたんですか？はい、ケイちゃんたちとは私、学校も違いますし、別に仲間でもないですし。なるほど。で、バイト先はどんな？ファミレスです。エンジェルモートっていう。この辺りじゃちょっと有名なファミレスですよ。ああ、よーく存じ上げておりますよ。よーくね。制服が可愛いんですよ。エンジェルモートですか。その、おとといは混んでました？ええ、まあ、そこそこ。本当にいたかどうか知りたいんなら、おじさんに聞いてください。私のおじさんが経営している店ですので。あはあ、その雑貨は手広く商売してるようですからね。じゃ、遠慮なく聞かせてもらいます。で、シオンさんにも一応聞いておきますが、綿流しの夜は何時から何時まで働いていたんですかね。さあ、帰ったのは12時過ぎですよ。私本当、今からバイトに行かなくちゃいけませんので。とにかく、あの日はずっと働いてましたから。じゃあ、私はこれで。ねえ、ケイチ君。サトコちゃん、無事だよね。ああ、シオンが大丈夫って言うから、大丈夫だろう。そうだよね。なんか、嫌な予感がしちゃったから。
レナの気のせいだよね。早く里子に会いたいな。そうだね。けいちゃん、浮かない顔してどうしたの？さあ、今日の部活は何しよっかね。みょん、悪い。今日、俺、帰るわ。あれあれ、けいちゃん、どうしたの？食べ過ぎ？それとも飲みすぎ？それとも何すぎ？何にも過ぎてねえよ！ケイチ君。ああ、そうそう。今日はレナの家に片付け物を手伝いに行くことになってんだよ。うん、そうなの。レナの大事な可愛いものがとうとうお庭から溢れてきちゃってね。レナ一人じゃ片付けられないの。じゃあ仕方ないね。それじゃあおじさんは明日の部活メニューと罰ゲームでも考えておくかな。ねえケイチ君、今日エンジェルモートに行ってみようよ。ああ。しーちゃんに、さとこちゃんの居場所をちゃんと聞かなくちゃ。やっぱり、ちゃんと話をしないと。不安だよね。うん。
ケイチ、顔が怖いのです。あ！脅かすつもりはなかったのです。ごめんなさいなのです。それよりもケイチ、ちょっと来てほしいのです。そんな風にリカちゃんに見つめられたいな。レナはちょっと待っていてほしいのです。すぐに戻ってくるのですよ。なんだろうリカちゃん。じゃあレナはここで待ってるね。ああ、すぐ戻ってくると思う。リカちゃん、話って何？この前、ケイチに聞きましたね。ケイチたちがやってはならないことをやったのは、この際どうでもいいのです。ケイチ、教えてください。サトコはどこにいるのですか？
しっかりしてくださいなのです。僕の話をちゃんと聞いてください。ケイチがしたことはサトコのためだったのでしょ。僕にだってそんなことは分かっているのです。やってはならないことをケイチたちがやってしまったことはこの際問題じゃないのです。でもサトコは、早くサトコを連れ戻さないと。うちのことは問題じゃないのです。サトコを早く連れ戻してください。さもないと。サトコを連れ戻さないとどうなるんだ。サトコは死にます。どういうことだ。これだけ言ってもそういうのなら本当に圭一は知らないのね。まさかこんな展開なんて。リカちゃん、サトコの居場所はシオンが知ってるはずなんだ。レナとこれからエンジェルモートに行くんだ。シオンに話を聞きに、リカちゃんも来るか。わかりました。休み？せっかく来てくれたのにすまないな。シオンちゃんは今日はシフトに入ってないんだろう。昨日も来てないし。
次はいつ出勤なんですか？ケイチ君、次の出勤なんてそんな悠長なことを言ってる場合じゃないよ。あの店長さん、急な用事があってしーちゃんの家に行きたいんですけど、お家を教えてもらえないでしょうか？急な用事？シオンに頼まれ事をしているんですけど、ちょっとわからないことがあって。シオンちゃんに住所は誰にも教えるなって言われてたからな。いくらお友達でもどうしたものか。どうしても今日じゃないとダメなんです。会って直接話をしたいんです。お願いなのです。わかった。私から教えたことは内緒で頼むよ。はい。ありがとうございます。ありがとうなのです。このご恩は一生忘れません。そんな大げさな。やっぱそのザッキーってのは金持ちなんだな。失礼、人がいるとは思わなかったもので。あの、しーちゃんのお家はここですか？そうですが、園崎しおんに何か？
シオンはいますか？いや、シオンさんはまだ帰っていません。どこへ行ったのですか？さあ、私には分かりかねます。急ぎますので、失礼ですがこれで。あの、シオンさんのこと待たせてもらってもいいですか？ご自由に。ともかくここでシーちゃんを待ってみようよ。学校からまだ帰ってきてないのかも。仕方ないのです。ねえケイチ、お菓子がありますよ。ああ、いただくよ。こんなところでお揃いですか。また会いましたね、前原さん。もう帰ろうと思っていたところでした。ケイチ君。探してたんですよ、前原さん。竜宮さん。おやおや、今日は新しいメンバーが加わりましたね。フルデのご当主様が何のご用ですか？帰ろう、リカちゃん。シオンさん、帰ってきてないんですよね。どこに行っちゃったんでしょうね。さあ、買い物か何かじゃないですか。それがおかしいんです。ずっと帰ってきてないんですよ。ずっと。祭りの晩からね。
そうでしょ。おかしいんですよ。祭りの日にはバイトをしていて、翌日には図書館で顔を合わせている。それなのに家には帰ってこない。これ一体どういうことでしょうね。嘘だろ。昨日確かに会ったんです。あなたも見たじゃないですか。何かの間違いじゃないんですか。間違いならいいんですけどね。駐輪場にあるスクーター、ご覧になりました？スクーター？シオンさん、どこへ行くにもスクーターで出かけていたじゃないですか。例えば一昨日雛見沢に行った時とかね。え、私もわかりませんよ。例えばの話です。でもですね、私はさっき重大な事実に気づきました。そのスクーター、私の勘違いだったんです。勘違い？ほほー、前原さん、私の勘違いに興味あるみたいですね。別に、あなたが何を考えていようと、俺たちには関係ありませんから。聞かれなくても教えてあげちゃいますよ。そのスクーター、園崎紫音のものじゃありませんでした。同じ型番ですが、ナンバーが他県のものでした。この意味わかります？全然わかりません。失礼します。
はい、どうも。私はもう少しここでシオンさんを待ってみますよ。さとこちゃんの家、行ってみよう。誰もいないのです。中の様子を見てみようよ。これじゃ中がよくわからないね。どうしようか。Thank you.
圭一くん、いきなりどうしたの？ここから中に入ろう。嫌な匂いがするのです。朝ごはんかな。とこはいつも朝は和食です。お味噌汁にご飯じゃないと朝が始まらないのです。それにしたって、なんでこんな風に朝食が散乱しているんだ。誰かがここで飯を食べようとして急に癇癪でも起こして当たり散らしたとか。おしゃれで洋風な朝食はきっとしーちゃんのお手製なんじゃないのかな。この匂い、ご飯の匂いなのかな、かな。俺、他の部屋も探してみる。
これ何かな、ケイチくん。どうしてこんなことに。なんでだ、なんでだ。レナ、落ち着け、レナ。どうして、なんで二人が死ななくちゃいけなかったの。なんでしーちゃんが、どうしてさとこちゃんまで。認めない、レナはこんなの認めたくない。遅かったのです。リカちゃん、それどういうことだよ。ケイチ、これは決まっていたことなのです。誰が決めたんだよ。これが、お社様の、たり。そんなはず、ない。お社様のたたりなんて、ありえない。たたりのふりをして
誰かが殺したに決まってるじゃないか。なあレナ。レナ、お前ひょっとして心当たりがあるのか。知らない、知らないけど、レナは絶対に許さないよ。綿流しだからって、お社様のたたりだからって、こんなことをしていいはずがない。絶対に許さない、絶対に。レナは絶対に許さない。殺してやる、殺してやる、絶対に殺してやる。こんなことした連中を絶対に殺してやる。期待していたけど、結局また。もういいわ。